水野美紀のシネマライフ。こんにちは。はい、こんにちは。恒例でございます。こんにちは、スタートでございます。よろしくお願いします。はい、夏見岡田さん。お、踊る大捜査隊の疲れてますか。大丈夫ですか。何にもないです。何にもないですけども、もう一回言った方がいい。もう一回言った方がいいですね。踊る大捜査さんにわざとですね、今のね。無駄話があるから。噛んでなかったらそういう呼び方なんですね。はい、もう一回言おうか。じゃあ、はい、お願いします。お願いします。お願いします。踊る大捜査さんの裏話があるなら正解だったんだ。ビューティフルライフの裏話も見たいです。はい、ああ、なるほど。これはミキさんはヒロイン京子の親友田村幸恵役でした。すごい。いや、それはもうね、京子の良き理解者であり、修二との恋を応援し、誰よりも京子の幸せを願う親友でした。こんな親友欲しいなと思いました。なるほど。京子と幸恵との友情や、京子の兄である正雄と幸恵との恋愛模様もこのドラマの醍醐味だったと思います。よろしくお願いします。なるほど。懐かしい。これ調べたら23年前のドラマです。23、2000年。このドラマで木村さんが、うん、カリスマ美容師を演じて、はいはい、もう一気にカリスマ美容師ブームが来たんですよ。ありましたね、カリスマ美容師ブーム。で、このドラマを見て美容師に憧れて美容師目指した人が、はい、もう今トップスタイリストとか、それこそカリスマになってる。そうか。そうそう、23年経ってますからね。23年経ってるから、もうね、なってんですよ。美容師業界のその何ですか、盛り上がりとか、このレベルアップとかにだいぶ貢献したドラマってことですね。大変貢献してますね。で、23年前にその車椅子に乗ってるヒロイン、うんうん、はい、っていうのもまたちょっと挑戦的な、うん、そうですね、題材で。そうだそうだ。いや、それを常盤貴子さんが演じ、そうです。で、時矢さんのお兄さんの役で渡部篤郎さんだった。私はその渡部篤郎さんのことが好きっていうね、恋なんか恋してるっていう、ね、で、時矢さんと一緒に図書館で働いてる設定だったんですよ。はい。で、脚本が北川恵理子さんで、いや、今から思えばものすごいスタッフとものすごい豪華キャストですね。豪華キャストです ね、 ね、西川貴教さんも役者で出てらっしゃいました、 TM レボリューション。いや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 、ほんとすごいですね。さすがは日曜劇場でしたけどね、これすごい、さすが豪華キャスト。日曜劇場ですね、うん、で、それにしてもこのビューティフルライフが、私すっごい覚えてるのが、スタジオでセットで撮ってる時に、うんうん、私楽屋で出番待ってたら、廊下中にみんなのうおーって声が響いて、ほう、なんだと思ったら、その時にちょうど第1話の視聴率が出たって言って、ほう、細かく忘れたけど、はい、すごいいい視聴率だったわけ。やっぱでもね、もうそしたら、はい、翌日からもう差し入れだとか、はあ、お弁当もクオリティが上がっちゃって、すごい。そうなんですね。如実に。で、その当時はドラマで一番すごいお弁当が、はい、ジョジョ園の焼肉弁当だったんです。ああ、ジョジョ園の焼肉弁当が出れば、ね、視聴率がいい。はい、あ、いいな、ドラマだっていう、これ当たってるなっていう、そういうことだったんですね。あ、1回目の視聴率 31.8 だって。すごいね。最終回 41.3。 最終回 41.3。 41.3。 すごい。もうこの間の大谷翔平選手の WBC とか、ワールドカップのサッカーとか、やるスポーツ中継でしか取れないような数字数、 40% 超えって。だからか、何回も出たもん、ジョジョ園の弁当。あ、そっち。ちょっと今じゃ考えられないですね。考えられない、とんでもない、お化けドラマですね。もう時代的にもね、もう今後ないんじゃないですか、こんなドラマ。いや、ないでしょう、もうね、もうないと思いますね。23年間木村拓哉さんがずっとトップを走り続けてる、そうすごさよね。でね、ずっと木村さんって、ずっと木村さんなの、わかる。ずごめんね。ずっと木村さん。木村さんはだから役でセリフ言いました。はい、カットかかりました。はい、役離れて、はい、素になりますとかじゃないの。もうずっと。いやいや、そんなわけないじゃないですか。ずっと？ずっとあの感じなの。カットってかかっても、うん、全然変わらないの。もうあの感じなの。みきちゃん、みきちゃん、ちょ待ってよとか言うんですか？女の子のスタッフのこととか、皆さんちょ名前をね、ちゃんとね、覚えてるんです。皆さんの名前を覚え、しても女の子は下の名前で呼ぶんです。え？メイクさんとか、おう、ユミコとか。え？みんなもう
めっちゃ好きになるじゃないですか。好きになっちゃう。だからもう生まれながらのスターなんですよ、あの人は。いや二枚目スターなんです。かっこいいですもんね。あのイメージからずれた姿は何回も共演させていただいてますが、はい、一回も見たことないですね。すごいわ、それはすごい。ドラマのね、だって待ち時間とかもめちゃくちゃ長かったりもするじゃないですか、一緒にいる時間とかも、うん、それでも一回も見たことないってことですもんね、その崩れたところ、ね、うん、へえ。最初この頃はまだ本読みをやるんですね。おお、顔合わせ、顔合わせ本読み、はい。でテレビ局の広い会議室に撮影始まる前にみんなで集まって、はい、自己紹介して、うん、マネージャーさんとかスタッフもみんな集まってそこで顔合わせをして、で1話の台本をみんなでそこで読むっていうのをやるんですけど、木村さんその段階でほぼほぼセリフを覚えてました全部。プロ根性が半端ないです。半端ないですね。数回前の時にね、うん、モンスターになった今の水野美紀は、うん、セリフなんて覚えなくていいって言ってましたけどもうやっぱりそう、バカバカあの YouTube はもう長い配信されちゃってますから、はい、あれだけのスターの人はだからそれやって自分はこの作品にだけの思い入れを持ってやるぞっていう座長としてそういう姿をね、なるほど、みんなに見せるために示す、別にカメラも回ってないそういう裏でその努力をし、なるほど、ね、みんながやっぱついていこうと思うわけですよね、すごいとね。ただ私はセリフはうろ覚えでいいと思ってる私個人的にはね、個人的に、まあ、座長だからっていうのもありますけどね、木村さんはね、そういういろいろだからこそもうみんなが憧れる、うん、だから大変でしたよ、スーパースターですよ。ロケに出たらもうどこ行っても人だかりができちゃって、そうか、撮るの大変ですね。じゃあね、はい、帰省したりとか制作部が大変だったね。そこロケ行ってもね、もうギルッと分かったらすぐ集まっちゃいますもんね。さあ本番です、お静かにお願いします、すいません写真撮らないでください、こちら映りますのでこちらに移動してください、もうずーっと制作部が走り回って、ね、たまに木村さんがファンサービスで手振ったりするからギャーってうわすごい、そんなのなんか子供の頃に見たビートルズみたいでもなかなかすっごいリスクがあること、タイトルオープン、あだって私は思うんです、まあまあまあ、だって完璧にかっこいい人をやっちゃうと、はい、そっからちょっとずれただけで、あそう、残念に思われちゃうでしょ。そうですよね、あんなにハードル上げてずっと生きてるんだから、はい、めっちゃ大変だと思うの。例えばさ、十分がさ撮影の合間とかにさ、はい、待ち時間に、はい、こうコクンって寝てちょっとよだれ垂らしててもあー寝てるわで済むけどごめんなさいね、はい、なんとも思わない、それでもね、おじさんが寝てよだれ垂らしてて、あおじさん疲れてんだな、疲れてんだなってね。でもし木村さんのそんな姿見ちゃったらもうすっごい絶対見ちゃいけないもん見ちゃったみたいな、ありますね、なっちゃうでしょ。だ本人もそんなの分かってるから絶対そんな姿見せないし、ずっと気張ってんの、しんど、歯に青のりの一つもつけらんないもん、あもうなんて辛いんだ、青のりいっぱいつけたい、焼きそば食べた後しかも当時ね、もうだってグループもやってらっしゃいましたから、ええ、その仕事もやりつつ、いやめちゃくちゃ忙しかったと思うね。え、それで疲れた感じ見せないっていうのはすごいですね。そうなんですよ。で常盤貴子さんですよ、はいはいはい、この時もう常盤さんもずっと途切れなくドラマで主演を続けてやってる時期だったと思う。そうですよね、はい、覚えてます覚えてます。時計屋さんもめちゃくちゃ感じのいい方で、あ笑顔が素敵でね、私は親友の役だったから、はい、結構時計屋さんとの絡みも多くて、うん、でたまたま私この時なんか旅物で、うん、ロケに行って、はい、セドナ、セドナ、セドナってもともとホピ族っていうネイティブアメリカンが住んでたと言われる地域、へえ、セドナ、セドナでになんか仕事で行ってホピ族の人としばらくなんか行動を共にして、はい、でインディアンネームを授かったんですよまああの今日はこれだからもうこれ以上掘りませんけど、もうそこまた改めて話してくださいねホピ族のインディアンネームの話はね、インディアンネームでその話は私は時屋さんにしてこんなインディアンネームをもらったんだみたいな話をしたらそれを掘ったネックレスを作ってプレゼントしてくれた、はい、インディアンネーム覚えてますちなみに、うん、
ランニングウルフっていうのももらったの。ランニングウルフ、うん、ずっと走ってる狼。そうそうそう。あーやっぱインディアンもミキさん見てわかるんですよ、行き急いでる感じが。だってね、ミキさんの行きつけの美容師さんがそう思ったんでしょ。今日この後何も、あ、なんか予定あるの、今日はこの後何も予定ないのって言って階段全力で走ってたんですよ。なんで今日はこの話好きなんですよ、何にも予定ないのに全力で階段走ってたっつって。だって階段ってさ、ゆっくり歩いて登るより駆け上がった方が楽じゃん。そうなんですか。あ、ランニングウルフだ。これランニングウルフの発想ですよ。初めまして、ランニングウルフ。ランニングウルフ今後使っていきたいな。え、でもそれもネックレスくれたっていうことですか。くれて、優しい方ですね。忙しいのに、ね、今みたいにネットでペーパーって注文なんかできない時代ですよ。結構それなりに店行って、そうですよね、デザインも選んだり手間かかったと思うんですけど、うん、そんなことをしていただいたりね。いやー、それはいい思い出ですけど。で、全11話で、最後ヒロインの京子のお葬式のシーンとか、うん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 、でもその頃にはもう悲しくて悲しくて、もうね、気持ち入ってるしね、親友でね。カメラ回ってないのにずっと涙こらえてたみたいな。もうか、まあ、もうかかる前からずっと、うん、いやー、それはいい思い出ですけど、素敵な話。渡部篤郎さんで、はい、まあ、主演でドラマとかもバンバンやってね、え、あの、かっこよかったですよね。渡部さんとのそのデートのシーンがあった、レストランで。はいはいはい。2人で緊張してちょっと高級なフランス料理みたいなレストランに行って、うんうんうん、でメニューをこうやって見てる時にろうそくでメニューが燃えたらどうだろうみたいなアイデアが渡部さんから出て、ほう、でメニューが燃えるっていうシーンが出来上がったんです。緊張しすぎて、もう緊張しててもあのメニューをこうテーブルの上によくああいう、あ、ありますね、ろうそく、あそこに知らないうちにこう近づけてて、でブワーって燃えて2人で慌てるみたいな、ちょっとコミカルなこともお好きな方なんですね。うん、この頃って今よりもドラマの撮影ってもっともっと時間かかって、あのライトも LED とかないから、あ、はあ、もうライトの数とか大きさとか、ライトをつけるためのこのモーター、電源確保するのと、ね、あとコード、はいはいはい、もう大変なことになってて、セッティングも時間かかるから、すっごい時間かけて撮ったんです、朝から晩まで。で、武家さんと木村さんは一番めちゃくちゃ大変だったと思うんですけど、スタッフさんも大変なわけですよ。そっか。で、このドラマだったかは定かではないけど、うん、もう真夏の外でロケとか、うん、毎日毎日撮影やって、でスタッフさん家帰ってもバタンと寝て、うん、でまた起きてすぐ出かけてみたいな、うん、繰り返して、もう夏になると美容室行く暇もないし、うん、もう毎日太陽光浴びてどんどん日焼けしていくし、黒にね、なってきますよね。寝てないしで、うわ、殺気立ってるし、もうピリピリしちゃうですね。ピリ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 して、でちょっと遠くの方で喧嘩してる声が聞こえるなと思ったら、うん、こうやってあの機材を押さえてる照明さん、鼻血がちょっとついてたりとか。何があったんだ、あ、ちょっとこうなったんだな、なったのかなみたいな。まあまあ、でもまあね、それぐらいあの過酷だったけども、だからこそ名作って言われるね、で視聴率 40% も超えなんてないですし、ね、なんかさっき聞いたらこのドラマで広がったらしいですよ、バリアフリーって言葉。これすごくないですか。もうバリアフリーになんてもう全然一般的に使う言葉じゃないですか、うん、このドラマきっかけらしいですよ。なんか言ってた、北川さんがこのドラマを書くにあたって、はい、いろいろ取材をするわけですよ、はいはいはい、でもね、いかに車椅子の人が入れるお店が少ないか、あー、うん、そうか、すんごい改めて思って、だから結構ドラマの中でも主人公の2人がデートするけど、お店になかなか入れなくて、あ、お店が見つからないみたいなシーンも描かれてて、そういう社会貢献もありました ね、その意識を広げるっていう、ね、ありましたね。バリアフリーが広がったのもそうだし、さっき言った美容師のね、業界もね、もう希望者が、ね、20% 以上越したらしいですよ、前年 その希望者が。すごい、試験を受ける、踊る大捜査線で刑事に憧れて
警察になりましたっていう人とも私会ったりもするしね。あ、そうなんですか。すごい影響力が ありましたね、ドラマって。まあね、もうでもこれ、うん、これでみんな見てましたもん、本当に、うん、すごい方とやらせていただいてるということですよ、私たち。そうですよ、はい、私は影響力のあるドラマにいっぱい出てるんですよ。あ、先言っちゃったそれ。周りが言うことなんです。周りが言うことなんですよ。ミキさん言っちゃダメなんです。いやでも本当は改めて思いますよ、そのお話聞いてるとね。もっといっぱい聞きたいなと思って。もうだから、でもあんま覚えてない。言っちゃった、言っちゃったよ。もう渡部さんとそのあのシーンはその強烈に覚えてるんです。メニューを燃やしたっていう。これでも岡田さんいかがだったでしょうか。これなかなか聞けない貴重な話を。ありがとうございます、聞いていただいてね。ね、大した話はできません。いやいや、今の内容も貴重じゃないですか。ええ、聞きたいって言ってくださる人がいるのであれば。そうです、いくらでも思い出します。ディレクターが前回、うん、あの前のスナイパーの動画がしたね、スナイパーの話すげえ再生回数回ったから。思い出話こすっていきましょうっつってすごい言ったからね。岡田、夏目岡田さんってこの中にいる？いません、いません。ちゃんと、見ていただいて。これ、やらせじゃない、やらせじゃないです。わかります。ご安心ください、ちゃんとしっかりとありますんで。またどうぞコメントでもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ね、これをきっかけにね。さようなら、さようなら。やってほしい企画、質問などコメントお待ちしています。やれることは何でもやります。だそうです。俺一人。